で、まあ、フィロンがアブラハムと2人の女性の物語をですね、こういうふうにアレゴリーとして解釈した文脈を見るとですね、実はここは広い意味で当時のヘレニズム哲学の哲学サークルの風潮に従っていたことが分かります。で、似たような話がですね、実はホメロス解釈にありましてですね、で特にですね、こういうテキストがあります。ですね、というのもある人々は侍女たちの魅力に誘惑され、彼女たちの女主人である哲学を軽蔑して年老いてしまった。ある者たちは詩学ポエムですね、ある者たちは文法学に、ある者たちは色彩の調和に、ある者たちは他の無数の事柄に誘惑され、制裁のもとに駆け上がることができない、というんで、こういうオデュッセイアを、ね、思い出す方もいらっしゃるかもしれません。で、実はこれはもうホメロス、オデュッセイアのアレゴリー解釈として有名なものなんですね。キュニコス派、ストア派サークルでは、ペネロペイアの周囲の嘆願者たちが、実はね、彼女自身から結婚の承諾を、ね、争奪することはできないわけですね。で、まあ、その侍女たちで我慢していたということを、この予備教育の段階で立ち止まる人々に例えていた。でフィロンもこうした哲学的なホメロス神話の解釈を前提として、このサラ・ハガルデン賞のアレゴリー解釈を行い、まあ、この物語の中に予備教育ないしは基礎教育ですね、遠距クリオスパイデイアと、それから真の哲学で、その到達目標はもちろん徳の獲得ですねを区別する、このストア派のアレゴリー解釈を見出していると言えま す, です、ね、次ですね、クレメンスに行きます。でフィロンのこの一連の議論を受けて、キリスト教の文脈に移し替えたのがアレキサンドリアのクレメンスであります。すみません、これ画像がないんですけれども、クレメンスについては資料が決定的に実は不足しておりまして、まあ、確実に知られているのは彼はアテナイ生まれですね。でギリシャでどうも哲学を十分に学んで、その後イタリアに旅をします。そして哲学者としてエジプトに落ち着くまでシリアやパレスチナで過ごしたという遍歴の、まあ、哲学者だったわけです。でその後彼はアレキサンドリアの私塾ですね、プライベートな塾の哲学学校の校長となりますけれども、彼の調子は主として哲学的探求に従事する力のある、まあ、当時の富裕な教養人たちだったんですね。ですから彼 の, 作品を見るとしばしばですね、教会に行くときにあんまり飾り物をつけてはならないとか、あんまり暴飲暴食は避けようとかですね、そういうことをですね戒めて、非常にお金持ちでですね、そしてある意味で節操のない人々がいっぱいいたのかなというアレクサンドリアのね、そういう雰囲気を思い起こすことができます。でクレメンスの著作から、当時のキリスト教会にはギリシャの文化や哲学の学びに実は逆に反対する人々もいたということが分かります。ですからクレメンスはそうした反知性主義的な立場を取る人々に対する反論で、この議論ストロマテウスという作品でですね、フィロンの議論を使っております。ということで同じような議論ですよね。基礎教育が彼らの女主人である哲学に貢献するように、哲学それ自体も知恵の獲得に協働する、というのも哲学は知恵の学びであり、知恵は心的および人間的事柄についての知識であり、それらの原因なのだから、それゆえ知恵はちょうど哲学が予備教育の女主人であるように哲学の女主人である、ということで、ほとんどですね、これはオランダの有名なファンデンヘックという研究者がですね、フィロンとクレメンスのこの箇所の解釈はほとんどですね連続性があるということを明らかにしておりますね。ですので、まあクレメンスはヘレニズム文化や哲学がねもういらないというですね、逆に教会の中にそういう人たちもいて、その人たちに対するですね論争の意味でフィロンのアレゴリー解釈を使って、まあ、新たな協調点を付与しながら、当時の教会に見られた反知性主義的傾向に対して、まあ、一定の基礎教育も大事だよ、哲学も大事だよ、そしてさらにそういうものをベースとして、そして聖書を学びましょうというね、そういう非常に教養主義的なクリスチャンを育てようとしたということであります。これはちょっと短く終わりますね。そして次にオリゲネスですね。でこれは実は私が研究対象としておりますので、ちょっとこちらに移りますけれども、これも古代の肖像なので、どういう顔してたか実はよく分かりません。これ17世紀に描かれたものですね。でオリゲネスにおいてアレキサンドリアの文献学の伝統が実はとてもよく現れております。これがですね、これを見ると分かります。オリゲネスはですね、実はヘクサプラというですね、当時のいろいろなギリシャ語訳ですね、もちろん七十二訳もありますけれども、それ以外にもですね、
あのアキラ役とかシンマコス役とかテオドティオン役というユダヤ教側がですね直訳に近いものとか非常に傾向性を持ったですねあのものとかですねいくつもあの実はギリシャ語訳を出していたんですね。その中でオリゲンスはこの四十人訳これキリスト教に使われていきますね。あの新約聖書ではこの四十人訳に沿ってですね旧約聖書の引用がされていきますね。ですので彼は六欄組体感表これをの編纂してまずヘブライ語版を書いてそのギリシャ語の音訳ですね。そしていくつかのこのギリシャ語訳を対比しながら、まあ、七十人訳は信頼に足る訳だよ。そしてテキストにないものをですねこれアリストルクスの記号というのがまさにアレクサンドリア文献学に使われていたものそのままを使ってですねそのいわばテキストクリティックをやっていたわけですね。ということでまずはオリゲネス自身はですねあの非常に長い時間をかけてこの旧約聖書の本文批評に、まあ、翻訳ですね取り組んだというわけですね。そして次に先ほど言ったですねサガル派があのね、あのサラとハガル伝承ですけどちょっとこれオリゲネス違うんですね。それを見ていただきたいと思います。でオリゲネスにおいて創世記のサラハガル伝承はフィロンやクレメンスに見られた予備教育と哲学知恵との関連ではなく実は聖書解釈法の文脈で扱われております。で彼は諸原理についてというですねこれも翻訳されております第4巻2章読んで三層的聖書解釈っていうんですね。これとても有名ですからご存知の方もいるかもしれません。時義的な解釈ですね歴史的な解釈と倫理的な解釈そして霊的な解釈ってやつですねですね。そしてこういう形でですねあの説明をしているんですけれどもまずあの時義通りの歴史的説明はもう明らかであるからあまり説明しないとかですね倫理的な説明も簡単に済ませて彼はもっぱらこの霊的解釈ですねここに力を注いでこういうふうに書いていますね。さて霊的解釈とは肉に従うユダヤ人たちがいかなる天にあるものの写しであり影であるものに仕えているか、まあ、立法はいかなるやがて来る良いことの影であるかを証明できる人のための解釈である。これはパウロからの引用がね実は散りばめられていてこんな分かりにくいですね解釈になってね括弧につけてあるのは全部パウロ書簡から引用してるんですね。でこれらの聖書引用の中で特に注目すべきなのがですねガラテヤ書 4-21-24 これをサラハガル伝承と関連付けているんですね。ですね、でガラテヤ書ですねあのここでこのテキスト皆さんもご存知でしょうか。これはパウロのものですね。アブラハムには2人の息子があり1人は女奴隷から生まれもう1人は自由な女から生まれたと記されています。女奴隷の子は肉によって生まれたのに対し自由な女の子はこれ女の子ではなくて女の子はですね約束によって生まれました。これは比喩アレゴリアとして語られたものです。すなわちこの2人の女は2つの契約のことですというこれがガラテヤ書の 4-21-24 にあの引用されているんですね。であのオリゲネスはこういうふうに言っております。彼パウロは確かにガラテヤの人々に宛てた手紙の中でも律法を読んだと思っても、まあ、書かれたものの中にこの比喩アレゴリアがあることを認めないために律法を理解していない人々を叱責して彼は、まあ、こう言ってるのだと言ってこのテキストをそのまま引用しているわけですね。で彼によったそしてですねオリゲネスはパウロによって語られた言葉のそれぞれに注意を払わなければならないというふうに言ってですねしっかりねこの言葉を読むようにつまりオリゲネスはこのハガル・サラ伝承をこのパウロと結びつけているということですね。でここでオリゲネスは創世記16章のサラ・ハガルの物語についてパウロの言葉に従って書かれたテキストの中に比喩アレゴリアがあるとの指摘を行っておりますね。でこれはパウロが実はアレゴルーメナという言葉が使われておりましてこれによって創世記16章はハガルとサラについて語っているけれどもこのアレゴリーとしては実は2つの契約ですね。つまり旧約聖書に書かれているようなモーセがあのシナイ山で神から与えられたあの10回ですねシナイ契約10回を中心としたシナイ契約そしてもう一つ の契約というのがイエスの死と復活によって結ばれた新たな霊による契約のことを語っているというですねこれパウロそのまま受けているわけですね。でオリゲネスは時義通りには理解が困難な旧約聖書の箇所についても、まあ、新約聖書の光を当ててキリスト教的に再解釈することが可能であることを随所に示しております。
つまりホメロスをホメロスによって解釈するアレキサンドリアの文献学を聖書解釈に適用して、オリゲネスはいわばパウロの判例に倣って旧約聖書を新約聖書の光の下で霊的に解釈する方法、それを編み出して聖書を聖書によって解釈する、まあ、聖書の内在的解釈法を確立しました。これはルターに、ね、引き継がれプロテスタントの聖書解釈の基本にもなっておりますね。でそれでオリゲネスは当時の世俗世界の基礎教育や哲学を、まあ、神学との関係で、ね、どのように捉えていたのか、これが問題になります。で当時の学問的伝統と聖書の学びとの関係を論じた箇所、これですね、画家仲介というですね、これも日本語で読むことができますね。この序文に、ギリシャの伝統的な学問との対比において聖書の学びが次のように位置づけられているので、ちょっとお読みいたします。神の教会はソロモンによって記された3つの書物を受け入れているが、これ神言と伝道の書と画家ですね。なぜ神言が最初で次に伝道の書、コケレトの、ね、あの言葉と今言われてますねと呼ばれるもの、そして第三に画家が置かれているのかをまず探求しよう。でこの問いに対して我々に思い浮かぶのは次のことである。で事物の認識に至る一般教育科目ゲネラーレスディスプリーナエですね、これラテン語訳しか残ってませんので、そして3つがあり、それをギリシャ人は倫理学、エチカ、自然学、フシカ、鑑賞学、エノプティカと呼んでいる。で私の意見ではギリシャの賢人たちは彼らよりも何世代も前に神の霊から学んでいたソロモンからこれらの学問区分を着用したんだ。つまりね、あのソロモンの知恵の方が先でギリシャの哲学者たちはそこから学んだという、まあ、非常に有名な議論なんですけれども、そういう議論がオリゲネスによってねここで引用されていますね。オリゲネスは聖書に導かれた教育プログラムとして、まあ、ソロモンの著書にされる旧約聖書の3つの書に言及しつつ、まあ、具体的に示しております。でそれは箴言を通して基礎教育のまあ倫理学を習得した後に伝道の書を通じて自然学を習得し、そして最後に学科を通して鑑賞学、まあ、神秘主義的なですね鑑賞学に向かう道程であるとみなしております。でこの書が最後に置かれているのはこれも引用ですけれども、倫理面で清められ朽ちるものと朽ちないものとを識別することを学んだ後天の花婿に向かう花嫁、つまり完成の域に達した魂の神のロゴスに対する愛の姿を通して描かれ説かれていることにつまずくことがなくなった時に初めてこの書が読まれるためであるというんですね。この画家というのはその後ですね、例えば魂と教会の結婚とかキリストと魂の結婚とか聖ベルナールとか中世のね、キリスト教神秘主義の非常に重要な源泉となったもの、その先駆なんですね。オリゲネスというのはですね、でオリゲネスはギリシャの伝統的な書学に対するソロモンの優位性をこのギリシャの哲学者たちは実はヘブライの伝統から学んだに過ぎないとみなす借用論によって示し、このソロモンの3つの書こそが真の哲学であるとまで述べております。したがってオリゲネスは予備教育と哲学、神学の関係の位置づけをめぐるアレキサンドリア神学の議論ですね、先ほどご紹介した神学の次女としての哲学をもちろん何らか意識していたではありましょうけれども、まあ、教会共同体の中でヘレニズム世界の伝統的な予備教育や哲学に一定の役割を認めるような議論をあえてここで回避しております。でむしろ聖書研究に集中し、まあ、聖書を聖書によって解釈する、まあ、その聖書研究の伝統の確立者となったわけです。で実はオリゲネス自身は若い頃にももちろん異教的な学問の基礎をしっかりと身につけた教養ある神学者でありまして、そしてプラトン主義哲学者のキリスト教批判に対してもそれを十分論白する非常にね優れた哲学的素養を示す書物も表しております。しかし彼のこの著作から示されるのは、まあ、聖書はそれ自体として探求に値する書物であり、聖書の困難な箇所を解釈するためにはもうもはや異教的学問の助けを借りる必要はないというね、そういったニュアンスであります。でこのようなオリゲネスの主張は、まあ、ローマ帝国の迫害下にあるキリスト教会が聖書の学びの有効性と優越性を、まあ、異教世界に弁明する必要から生じたものでしたが、その後キリスト教がローマ帝国の国教となることによってこれがさらに進展して異教のテキストを中心とした教育プログラムに変わって、まあ、聖書テキストを中心とした教育が行われるようになる、そのきっかけとなりました。